トライアーナ水道は古代ローマの水道で第13代皇帝トライアヌスが109年6月24日に完成させた施設。ローマの北西約4 0トルにあるブラッチャーの湖周辺の地域が水源で、その水はローマ市内各所への給水に使われた。一世紀末までに供用されていたアッピア水道とアンシエティーナ水道ではローマ市内の人口増大と 良質な水質の需要を満たすことができなかったため、トライアーな水道が作られた。作ラブン・テイラーの記述によれば、水道橋はフォルムボアリウム付近の現在のスブリチを、橋付近でテベレ川を越え、アベンティーノの丘を回り込んで、オッピオの丘に達していた。また、途中じゃニコーロ級にあった水車の動力としても使われ、 537年の東豪都族によるローマ略奪ではこの水車を止めるためにトライアーな水道が破壊された。水道の供用日,日ははっきりしており、バティカンの丘にあったナウマキアトライアーに完成の数ヶ月前、かつトライアヌス浴場完成の2日後であった。ローマ水道の技術書の著者であり、ローマ水道長官でもあったフロンティヌスの存命後に作られた。 水道施設のため、技術的詳細について残されている資料は少ない。残されたエコーが少なく、水道の全長は3 5トルから6 0トルの間と推定されるのみである。ローマ帝国滅亡後長らく使われていなかったが、17世紀にローマ教皇パウルス5世により採築され、パオラ水道として復活した。トライアーナ水道の水源からの経路トライアーナ。 水道のローマ市内における経路、ありがとうございます。